はいどうもこんちゃくらいです。というわけで今回はプロス2019検証企画やっていきたいと思います。はい、というでございまして、この検証企画シリーズですが、過去のパワープロのシリーズだったりとか、あとはプロスピの過去作っていうところでもね、やっていた企画にはなるんですが、このプロス2019でもね、検証企画いろいろとやっていきたいと思います。ということで、その検証企画今シーズン1本目というところになるんですが、まあ1本目はですね、ちょっと個人的にもずっとやりたかった企画をねやっていきたいと思うんですが、今シーズン大ブレイクのあの選手、もう皆さんねご存知だと思います。まあ、サムネとかタイトルにもあるとは思うんですけれども、ヤクルト村上宗隆選手でございます。はい、村上選手のプロフィールがこんな感じなんですが、プロ通算2年目、2002年2月2日生まれの19歳、188cm、97kg、 大型、熊本出身、右投げ左打ち、九州学院高校卒業しヤクルトに入団というね、経歴を持っているこの村上選手なんですけれども、その村上選手、今シーズンここまでの成績が、ここまでの全試合に出場して打率2割3分7厘20本66打点というね、素晴らしい成績を残しております。まあ、打率に関してはね、2割3分7厘というところなんですけども、ホームラン20本がね、高卒2年目ですでにこの数字っていうのは本当にすごいなというふうに思います。まあ、もともとね、高校時代は清宮世代と言われていたこの世代ですけれども、まあ、プロだけの成績で見れば清宮選手をね一歩リードしていると、見てもいいんじゃないかなというふうに思っております。と同時にですね、この村上選手、皆さん将来どんな選手になるのか気になりませんか？僕自身もですね、本当にこの村上選手の活躍には期待をしていて、何よりまずフォームがかっこいいし、そこから醸し出るオーラがね、いや本当にすごいものを持っているなというふうに思います。あと何より村上選手応援歌もかっこいいんですよね。はい、まあそんなところでございまして、今回は村上選手が引退するまで大ペナを回し続けたらどんな能力になり、どんな成績を残すのかというね、検証をやっていきたいと思います。果たしてこの村上選手、歴代最強クラスのスラッガーになるのか、それとももっと別のタイプの全然違う選手になるのか、このプロス2019をね使った検証企画やっていきたいと思います。行きましょう。はい、ということでまず設定なんですけれども、今回は、怪我疲労度を、全部普通にしていきます。あとはこの辺も全部ありにしていって、で、成長衰退の部分ですね、ここも、このままありでいきます。はい、まあ当然ですが、能力変動をね、楽しんでいく部分もありますので、成長衰退ありでいきます。はい、ということでございまして、ヤクルトの初期設定オーダーがこんな感じでございます。初年はとりあえずいじらずいきたいと思うんですが、村上選手現時点での能力がこんな感じでございます。はい、ミート対右44、対左37、そしてパワーが A81 という素晴らしい能力でございます。あとはやっぱり特殊能力でパワー比広角打法、この2つがやっぱり大きいかなというところでございます。あとは今シーズンから搭載されている AI 機能なんですけれども、 AI はまだ村上選手ちょっと反映されてないですね。はい、というところでございまして、あとこのプロフィールここでも見れるのがすごいいいですよね。はい、じゃあやっていきますか。ちなみに今回一発目なんでご紹介しておくと、プロスピ2019のフォーマットはこんな感じになってます。はい、まあペナントかっこいいですよね。普通にかっこいいなと思ってます。はい、ということでも早速ね、1年目スキップしていきたいと思います。村上選手2019シーズンはどんな成績を残すのかやっていきましょう。はい、というわけでございまして、1年目の方が終了いたしました。なんとヤクルトスワローズ日本一になりました。いやーすごい。まあ早速ね、村上選手1年目の成績見ていきたいと思います。はい、ということでございまして、村上選手2019シーズンの成績は、ホームラン34本、打点104、盗塁中に打率2割7分4厘。いやー素晴らしい成績でございます。2割7分4厘、かなり打率高くなりましたね。いや、いいバランスだなー。なんとなくですけど、3割30本100打点ってすごいいいバランスだなと思うんですけど、個人的にはこういうスラッガータイプは3割打つよりも2割7分とか2割8分ぐらいの方がね好きだったりするんですよね。はい、ということで、まあ個人成績はこんな感じだったんですけど、タイトルはどうだったかな、なんか絡んでるかな。まず1年目のタイトル見ていきましょう。はい、ということで、まあ新人王、そりゃそうだよな、そりゃそうなるわなっていうところですね。さあ、打率は3割4分、宮崎選手、西川選手が取ったので届かなかったが、あーホームラン打点も届かなかったが、外選手、岡本選手すごいですね。ただでも打点とかはね結構近いですよね。ということで、まあ野手タイトルは届かなかったか。お、梅野選手40セーブすごい。続いてベスト9も宮崎選手か。まあそうだよな、サード首位打者だもんな。はい、ゴールデングラブはサード高橋周平選手か。なるほど、月間 MVP も取れずか。まあしゃあないっすね、1年目はそんなもんでしょう。ちなみにオールスターは、あー、オールスターもファン投票ダメか。今年オールスターはね、得票数すごい数字を集めてね、ホームランダービーもね出場されて話題になりましたけれども、いやーなるほど、そうか。あ、でも日本シリーズではいきなりもう3割1分3厘、そしてホームランは、あ、ホームランは1本か。でもまあまあいい成績残してますよね。
はい、ちなみにサードリーの守備はこんな感じです。はい、962、まあまあでも高い数字なんじゃないかな。さあということでございまして、2年目春季キャンプなんですが、村上選手の今の能力はこんな感じ。まあ上がったところで言うと、守備能力全体的に上がってるのと、あとはパワーが2上がってるところかな。はい、っていう感じかなと思います。ちなみに年俸は8000万円まで上がりました。はい、ここからどこまで成長するのか楽しみですね。ちなみにキャンプの練習設定はお任せでいきます。はい、ということでございまして、2年目終了いたしました。ヤクルトの順位は4位というところでございました。さあ早速2年目の成績見ていきましょう。2年目、2020年の村上選手、まず能力がこんな感じになりました。はい、まあ、またパワーが少し上がって85まで行きましたね。あとはそこまで変わってないかな。あと全体的に1ずつアップしているかなっていうところと、ただ補給が、開幕から比べると、スタートから比べると結構高くなったなと。あとサードも適正がね A になってるところも非常に大きいかなと思います。はい、さあ気になる成績こちら。はい、2020年114試合出場、打席339、ホームラン21、打点60。あれ、ちょっと待てよ、怪我した、もしかして怪我してた説がちょっと濃厚かもしれませんが、まあ、ちょっと打席数が少なくなっちゃったかなっていう感じですかね。うん、まあ、ちょっと成績落としてしまったという感じでございます。ってなると、まあタイトルはきついかな。タイトル一応見ておきましょうか。うん、ちょっときつかったかなっていう感じですね。ただ山田選手、外選手がすごいね。ちなみに2年目オフ、あー、村上選手年俸下がっちゃいましたね。6800万。なるほど。まあ、ちなみにこれ別に変えれるっちゃ変えれるんですけどね。ただもうここはこれに従いましょう。はい、6800万か。1億円プレイヤー早く目指したいですね。さあということで、3年目開幕、2021年開幕なんですが、何気なくドラフトで取ったこの選手がめちゃくちゃ良さげ。村上選手はこんな感じです。はい、328まで来ましたね。5番ファーストを任せられてるみたいですね。よし、行きましょう。はい、ということでございまして、2021年シーズンが終了いたしました。ヤクルトの成績はこちら。はい、2位でございました。惜しかったですね。1位の中日と2ゲーム差というところでございました。ちなみにクライマックスシリーズは下克上で DeNA が勝ち上がってました。はい、まあ、それはいいとして、3年目の結果を見ていきたいと思います。はい、ということで能力がこんな感じになりました。パワー87までいきましたね。いや、すごい。星の数も335まで上がってきました。そして気になる成績がこちら。はい、103試合出場、打率2割4分5厘、ホームラン22本、打点66。ちょっと伸び悩んでますかね。まあ、ちょっと試合数が少なくなっちゃったのも気になるところでありますが、まあ、この辺は疲労度とかの問題かなっていう感じですかね。うん、まあただ成長曲線は順調に上がっているかなというところでございます。さっきのあの長沼投手、新人を取ってましたね。ちなみにこのプロスピ2019は選手名鑑という機能がですね、ペナントについていて、こんな感じでですね、細かい選手説明、そして年度別の成績で、かつ主な獲得タイトルなんかも見れるので、これ最後に見たら面白そうですよね。うん、しかも各年の比較がすごいしやすいので、もう本当にこの企画にめちゃくちゃフィットしてるなっていう感じでございますね。はい、 OK。おっと、ここで山田選手 FA。 山田選手は引き止めたいな。村上選手の年俸は6800万から7400万。ちょっとビアップって感じですね。600万アップか。なるほど。はい、ということでございまして、4年目2022年開幕でございます。オフにですね、山田選手がなんと FA で流出してしまいました。結構持ったつもりだったんだけどな、広島に流れてしまいましたね。山田選手の移籍に伴いまして、村上選手が4番に座りました。パワーもうすぐ S が見えてますね。88というところで今シーズンはスタートでございます。はい、頑張っていきましょう。はい、ということでございまして、2022年終了いたしました。順位がまずこちら。はい、ヤクルトの成績は5位でございましたと。はい、山田選手の移籍はちょっと辛かったかなというところですけど、でも広島も4位か。さあ、そして能力の確認でございます。村上選手見ていきましょう。はい、こちら。おー、パワー S90 乗ってる。やば。いや、早いですね。プロ5年目にして、もうパワー S 到達いたしました。まあ、その他も順調に上がってるかなって感じですかね。で、成績はこんな感じ。おー、すげえ。打率2割8分3厘、ホームラン47本、129打点。いや、一気に覚醒したんじゃないかな。パワー S に乗ったのがちょっと大きかったのかな、やっぱりね。接中曲線はこんな感じになってます。まだまだ上がってますね。てか、むしろちょっと角度ついたかなって感じですよね。よーし。これはちょっとタイトルも期待できるぞ。タイトルは、おー、打点王か。129打点。いや、丸選手がすごすぎるでしょ。358、54本。あ、打点王は外選手と分け合ったって感じですね。はい、ということで、おー、架空選手が最多勝を取ってる。ベスト9とか期待しても、あー、ダメか。ビシエド選手強いなー。いや、ビシエドさんが強いな、ファースト。月間 MVP も取れずという感じでしたね。うわ、ファースト中田さん巨人来てんのか。
オールスターファースト激戦だな、セリーグ。そして年俸大幅アップ、7400万から2億1000万、一気に1億円プレイヤー飛ばして2億円プレイヤーになっちゃいましたね。すげえ。2億1000万、青木選手に続いて第2位ですね、チームの中で。すごい。これがまだ22歳です。これどこまで上がるんだろう、すげえ気になる。さあ、ということでプロ6年目のシーズンかな、村上選手開幕能力こんな感じでございます。いや、パワー S になっただけでだいぶ見栄え違いますね。うん、あとはまあミート対左がもうちょっと上がってくれると打率的にも良くなるのかなっていう感じはしますので、まあ今シーズン上がってくれることに期待しましょう。じゃあやっていきます。はい、ということでございまして、2023年シーズン終了いたしました。ヤクルトの成績はこちら。はい、51勝90敗、最下位に沈んでしまいましたと。さあ、選手能力見ていきましょう。村上選手こちら、対左ミート上がってないか、349というところまで星上がっています。そして気になる成績はこちら。ちょっと成績落ちちゃいましたね。打率2割1分4厘、ホームラン19本、打点73。やっぱ年俸もちょっと下がっちゃいましたね。2億1000万から1億3000万、結構ガッツリ落とされたな。若い選手はこんなに落とされることないと思うんですけどね。まあ上がり幅も大きければ下がり幅も大きいというところかな。はい、ということでございまして、プロ7年目シーズン終了の能力がこんな感じでございます。パワー94もできましたね。はい、そして星の数も361というところまで上がったというところなんですが、ミートがやっぱ上がりづらいのかな。なかなか対左が上がってくれないなというところでございます。ただ成績はこんな感じですね。一気にまた上がりました。2割7分2厘、54本125打点。はい、2冠置きましたね。いや、これはもう納得でしょう。そしてなんか柳田選手までセリーグ来てるけど OK です。はい、いやー、素晴らしい成績を残してくれたと思います。これはベストナインとかもいけるんじゃないか。いやー、松山選手強、広島が強いなあ。でもゴールデングラブ取りましたね。2024年にして初めてゴールデングラブ取りました。月間は、あー、月間取れなかったか。オールスターも出てますね。ファン投票1位やっと取れましたと。 OK です。はい、そして年俸2億8000万。いや、これ納得でしょう。そして青木選手を抜いてチーム1位になりましたね。早っ。まだ24歳ですよまだ24歳でこれすごい。これでいってみましょう。いや、もう絶対引き止めたい。さあ、どうだ。いやー、マジか。6億5000万でもダメだった。おー、なんかどんどん成績良くなってねえか。やばくない？41歳よこれ。おー、